月の光をお届けします。ゆったりとリラックスして大きな綺麗なお月様をイメージして弾くのがポイントです。月の光は一音外しました。
先生ならわかります。フラット一つ外しましたからなんてになりますでしょうか。こうやってピアノは上達するのです。少しずつ反復練習に部分練習を重ねる大切さ、これでピアノ上達につながります。今のは一つ間違えましたが、こうやって練習を重ねることの大切さもピアノ上達につながります。まだまだ今日も続きます。月の光でした。ピアノ演奏の引き出し、基本を楽しく身につけて、表現力に応用力も楽しく学べます。それではポイポイキン。